アレフティナ・コルチナは、ソビエト連邦ペルミ地方、パブロフスク村出身の元クロスカントリースキー選手。1950年代から1960年代にかけて活躍した。1954年に同じく元、クロスカントリースキーオリンピック代表選手のパベル・コルチンと結婚し、息子のヒョードル・コルチンもノルディック複合でオリンピックに出場した。 1956年のコルティナダンペッツオリンピックでオリンピック初出場 10km4 位、リレーでは銀メダルを獲得した。翌1957年に息子ヒョードルを出産、次のシーズンには競技に復帰、1958年ノルディックスキー世界選手権では 10km とリレーで金メダルを獲得した。 1960年スコーバレーオリンピックでは1 0トルで4位とメダルに一歩及ばなかった。1962年ノルディックスキー世界選手権では個人5トル1 0トルリレーの3冠に輝き、1964年インスブルックオリンピックではリレーで金メダル、個人5トルで銅メダル、 35歳で出場した1966年、ノルディックスキー世界選手権でも、金メダル2個、銀メダル1個を獲得。さらに1968年のグルノーベルオリンピックでも、銅メダル2個を獲得した。ホルメンコーレンスキー大会では 10km で1961年から1963年まで、3連覇、5km では1966年に優勝。 1963年には、夫のパベル・コルチン、アストリード・サンビーク、トール・ビョルニー・イゲセットと共にホルメンコーレンメダルを受賞した。ソビエート連邦選手権では、計13個のタイトルを獲得。現役引退後は1973年に、エストニアのオーティペに移り住み、クロスカントリースキーのコーチとして、更新を指導した。ありがとうございます。